中国・広東省で目撃されたのは、この野郎、お前、殴ってやれ。怒号が飛び交い、殴り合いの大乱闘です。先週水曜日から3日間開催された化粧品や美容機器業者などが集まるビューティー博覧会。大乱闘はその初日に起きました。やってやる、殴れ。つかみ合い、もみくちゃになっているのは博覧会の出展者たち。パンフレットを持つ来場者の目の前で起きた殴り合い。殴り合いは次第にエスカレート。椅子を振り上げる男性の姿も。警備員やスタッフが慌てて止めに入りますが、やめなさい、あいつらをやっつけたらやめる。もうどうすることもできないほどの状態です。どうしよう、うちの展示ブースを巻き込まないでよ。この大喧嘩の原因は一体何だったのかというと、来場者の奪い合い。現地メディアなどによると、殴り合っていたのはライバル関係にある A 社と B 社。この日 A 社が来場者からもらった連絡先を B 社が消すように求めたところ、口論に。そして殴り合いに発展したということです。この後、殴り合っていた全員が警察に連行されました。